はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、スペースについてのお話ということでやっていこうと思うんですけれども、特にね、その中でもホストをやっている人、あるいはやりたい人向けのお話になってきます。スペースのね、ホストをやっていて思うことはですね、大体みんなやっぱりたくさん人を集めたいだとか、その中でも特にね、スピーカー、いわゆるスペースの中における話し手になれる人ですね、こちらを集めてやっぱりワイワイしたいなと思う人が多数なのかなと思うんですけれども、まあ、いきなりね、ホスト役でスペースデビューしてもですね、やっぱりなかなか人が集まらないものでして、まあ、自分もね、最初は全然人が集まらなくてホストをやりますとですね、最初はね、非常に寂しい思いをしたんですけれども、まあ、自分はね、今ではもうスペースを開けば 2,3 人のスピーカーはすぐに集まるようになってまして、そこまでに自分がどういうことをしたかということでですね、まあ自己流のスペースに人を集めるためのポイントということで今回2つ紹介していこうと思います。で、ポイントとして、まず1つ目はですね、自分がスピーカーになるということ、それから2つ目がリスナーを大事にするということですね。で、今回の内容を見ることでですね、スペースのホストでですね、寂しい思いをしなくなると思いますし、やっぱり人が集まるので、自分のアカウントの宣伝にも活かせるんじゃないかなと思います。で、今回の内容ちょっと注意なんですけれども、今回のことをね、実践する上でやっぱりフォロワー数は最低でも3桁以上が必要になってくるのかなと思いますので、まあ、そのあたりはね、注意が必要なんですけれども、やっぱりフォロワーは多ければ多い方がいいので、まあ、事前にね、できる限りフォロワーさんを集めてから実践してもらうといいのかなというふうに思います。それからですね、当チャンネルについて少しお話しさせていただきます。私、小説執筆歴約18年、そしてサービス開始からですね、週3から4回ほど、Twitter スペースを現在毎週使い倒している私、ウェブ作家染島雄介のこちら YouTube チャンネルとなっております。で、小説創作、それから Twitter スペースという2つのテーマでですね、日々情報を発信しておりましてですね、で、現在はですね、毎週土曜日動画をですね、投稿しておりますので、これからもね、ちょっと見てみたいと、興味のある方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では本題にね、入りまして、一つ目、自分がスピーカーになるということなんですけれども、まあ、やっぱりね、いきなりホストになってもなかなか人は集まりません。ということで、まずはですね、別のスペースでですね、スピーカーになってみることをお勧めします。で、最初はですね、少しでも気になるスペースに積極参加してみましょう。で、そこからですね、スピーカー同士の、パイプを作っていって、で、それで極力出会ったスピーカーさんをどんどんフォローしていくと。で、この時ですね、フォローする際には、一言そのフォローする相手に対して、フォローしていいですかとか、お伺いを立てるのがベストです。で、そうすればですね、中には気の合う人と出会ってね、つながれることもあるかと思います。で、そうして、スピーカー同士のパイプができたら、ここでね、ホストになってみましょう。で、そうするとですね、あの以前つながったスピーカーの仲間っていうのがですね、集まってくるようになりますから、必然的に賑わうようになってきます。で、自分の場合ですね、現在もスピーカーとホストの割合、だいたいどれぐらいかというと、スピーカー7のホスト3ぐらいの割合です。やっぱりスピーカーになる方が、普段から多くて、で、やっぱりホストとして人を集めるんでしたら、普段からスピーカーとして他のね、スペースユーザーさんと話しているっていうのが非常に大事になってくるのかなと思いますんで、そのあたり意識してみるといいと思います。そして2つ目なんですけれども、リスナーを大事にするということでですね、ここがね、地味に重要なポイントになってきます。で、スペースにおけるリスナーとは何かというと、発言に参加しない聞き手さんで、こういう人はですね、まあ、積極的に会話に参加するわけではないし、全然声とかも聞こえないので、ついスルーしてしまいがちなところなんですけれども、で、ホストになって思うのは、このリスナーさん、非常に大切です。人を集めたいんであれば、もう初見のリスナーほど重要になってきます。で、この人たちっていうのが、ホストの対応次第ではですね、常連スピーカーになってくれる可能性がありますので、ここをね、しっかり対応してあげると、今後のね、スピーカーを集める上でね、重要なポイントになってくると思います。で、このリスナーへの対応のポイントとしましては、まず一つ目、入ってきたリスナーに必ず挨拶しましょう。これね、当たり前のように聞こえるんですけれども、意外と難しいです。というのも、このスピーカー同士で盛り上がってるとですね、
会話が切りづらくなることがありまして、でそれで挨拶のタイミングっていうのを見失ってリスナーがそのうちに退出してしまうということがあります。だから多少の会話の流れっていうのを切ってでもやっぱり挨拶した方がいいです。特にね、初見の人だったらこのあたり大事にした方がいいかなというふうに思ってて、特にね、相手の名前を言って挨拶するとよりね、いいと思いますので、そのあたり意識してみてください。そして2つ目なんですけれども、スピーカーの参加を促すと。このあたりはね、スピーカーを集めたいんであれば必須かなと思います。でこれもね、特に難しいことをする必要はありません。もう簡単な一言で OK です。リクエストを承認してますとか、初見さん大歓迎ですとか、まあそういったことですね。これを一言言ってもらえるだけでですね、スピーカー参加のハードルっていうのはぐっと下がります。自分もリスナーの時にですね、このあたり経験してまして、やっぱりスピーカーとしてね、入りたい時あるんですけれども、タイミングが難しい場合って、その初見の場合なんかだと特に結構そういったことありまして、こういったね、リスナーに対する気遣いの一言があったからスピーカーとして入れた経験っていうのも何回も実際にね、経験したこととしてあります。でこの時にね、注意点がいくつかあるんですけれども、まず一つ目がですね、人数が増えすぎると舵取りが難しいというところ。これはね、多くてもね、スピーカーやっぱり5人以内が理想かなというふうに思います。で、注意点2つ目、話し合わない初見さんが来る可能性がありますと。ということで、このあたりもね、注意が必要になります。その他のですね、細かい注意点についてはですね、過去の動画で紹介しております。知らないとやばい Twitter スペースの落とし穴ということでですね、過去に投稿してますんで、これ概要欄に投稿先の URL 貼っておきますんで、興味ある方は見てみてください。ということでですね、今回の内容まとめなんですけれども、スペースで人を集めるポイント2つということでお話ししていきました。まず1つ目がですね、自分がスピーカーになると。で他のね、人がホストをやっているところに、まあ、自分がねスピーカーとして入っていくということなんですけど、まずね、スピーカー同士のパイプっていうのをそういったところで作っていって、でスピーカー同士のね、こうつながりできましたら、自分でホストをやってみると。でそうしましたらスピーカー仲間が、来るようになりますので、そういったところから、まあ、常連さんを作っていくっていうのが大事です。それから2つ目、リスナーを大事にするということ。リスナーね、対応次第ではですね、スピーカーとして常連で入ってくるようになりますんで、このあたりの対応っていうのも、大切にしてほしいなと思います。でポイントとしては2つあって、まず1つ目が入ってきたリスナーに挨拶するということ、それからスピーカーへの参加を促すと。これね、特に難しいことを言う必要はありません。で、注意点としましては、まず1つ目、人数が増えすぎると舵取りが難しくなるということ、それから2つ目が話の合わない初見さんが来る可能性があるということは、ここはね、気をつけてほしいなと思います。で以上のね、2点を実践していけばですね、まあ数人程度であれば簡単にね、常連のスピーカーさんを獲得することができるかと思いますんで、スペースの初心者の皆さんはですね、ぜひね、このような流れで試してみるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回のお話以上になります。どうもありがとうございました。